こんにちは。デュアルライフ実践者、企業、副業コンサルタント、関達也です。今回2回目の動画となります。今回のデュアルライフ実践は、デュアルライフ2拠点生活を始めて良かったこと、家族編でお送りします。前回1回目の動画で、デュアルライフの長所と短所を、挙げました。7つの長所と3つの短所を挙げたんですけれども、その短所の方ですね、デュアルライフ短所、デメリットの中に、嫁と子供たちに会えないというデメリットを僕は挙げました。で、ここでですね、僕がどのような形でこうデュアルライフをしているかと、簡単にご説明しますと、月の半分宮崎、月の半分東京っていう感じでですね、大体こんな感じで生活してます。で、宮崎の方に家族がいまして、東京は僕一人ということなので、東京にいる間は嫁や子供たちに会いたいなと思っても会えないというのをデメリットとして挙げさせてもらったんですよね。で、ライフスタイルの形で言いますと、デュアルライフされている方で、平日は都市部で働いて、週末に田舎、地方の方に移動するというようなライフスタイルが多いのかなとは思います。で、その場合、移動できるようなこう距離なので、子供たちも連れて家族も連れてっていう方が多いかなと思うんですよね。そうなると僕のデメリットはないかなと思います、そういう方はですね。ただ僕の方はやはり月の半分東京なので、子供たちは学校があるので、なかなか一緒に移動っていうことは距離的にも、あと費用も結構かかりますので難しいというのがあるんで、デメリットとして挙げさせてもらいました。ただですね、2年7ヶ月やってきた中で、実はこういう良かったことがあったんですよね、家族と2拠点で楽しめると。もうこれはメリットになりますね、これどういうことかというとですね、嫁と長女と次女と東京で楽しむことはできたということです。少し具体的にお話しさせていただきます。まずですね、一番最初、嫁と次女を東京に呼んだんですね。で、これきっかけがありまして、どういうのかというとですね、次女はアイドルになりたいとかそういう夢があってですね、小さい頃から踊りとか歌みたいなのが好きで、そういうことを言ってたので、ベストキッズオーディションっていうですね、まず写真審査からあって、どんどんこう進んでいくと、最終的に東京の恵比寿っていうところでランウェイで最終審査があるみたいな大会があって、それ応募したんですよね。で、もし最後まで行けたら東京、僕がいるんで、もう東京でもう行けるよねみたいな、もうサクッと決めちゃってですね、で、ベストキッズオーディション出たところですね、最終審査までこう行きまして、恵比寿のガーデンホールというところでですね、ランウェイを、歩くところまで行ったんですね。で、その時に次女一人だけ、小学校3年生の頃だったんですけど、一人で来いって言ってもちょっとまだまだそういう体験はなかったので、嫁と一緒にこの時は来てもらいました。で、その時一緒にですね、ディズニーランド行ったりとか、お台場行ったりとか、いろいろこう、東京観光もして、楽しんだということがありましたね。で、その後ですね、次女の夢も応援してあげたいなということで、やっぱり東京って、日本の中で言うと、夢を叶える場所というかですね、そういう感じでですね、その後、次女はですね、東京に来ることがありまして、なんと飛行機にですね、一人で乗って帰ったりということを3年生で最初ですね、今4年生ですけど、4年生でも体験したりとかしました。だからこれも僕が宮崎と東京のデュアルライフをしたのをきっかけに、こういう家族もいろんなこうチャレンジしたり楽しめたりと、そういうことができるようになったというわけですね。で、次女が一人で東京来た時にプールに行ったりとか、いろいろ遊んでました。東京でもいろんなとこ連れて行ってあげて、いろんなものを、見せてあげたりしましたね。やっぱりこう帰り、一人で帰るなとちょっとやっぱり急に寂しい顔とかになって、やっぱり不安も大きいと思うんですけど、ただ一回やっぱ経験するともう次は大丈夫っていうようになったんで、やはり子供はすごいなと
僕のやっぱり小さかった頃を考えると、一人で飛行機に小学生3年生の頃に一人で乗れたかというと、ちょっと僕は自信ないかったかなと思いますね。まだ小学校の頃はそんな夢とかなんとか言ってなかったかなとか思うんで、そのまた低学年のうちはですね、まあこれはいい経験だったなと。あと、まあ思わぬ、楽しいことでですね、長女が高校の修学旅行で東京に来たんですよね。僕がまあその時、まあ大体こう日程的に、ああ同じぐらいかなというのがあったんで、まあ合わせたっていうよりは、まあこれは結構タイミングも良かったんですけど、まあ長女が東京に来た時に、2回ほどちょっと会いに行きまして、まあ、照れて、みんな友達もいたんで、まあ照れて写ってますけど、これは新宿の世界堂というところの前で、会ったんですよね。まああとはホテルとか、あの宿泊先のホテルとか行ったんですけども、まあお揃いの紺のダッフルコートだったという感じですね。まあ偶然にも。はい。そんな感じでですね、結果的に、まあデメリットかと思ってたところですね、こうやってすごくこう思い出に残るようなことを家族で、まあ2拠点で楽しむことができたという形になってますね。まあ一見まあデメリットもありますけれども、僕がまあ東京ということで次女もそうやってチャレンジもできましたし、長女もこうやって思い出ができたり、あとあの長男の方はちょっとまあ東京嫌いというか、一応呼んではいたんですけど、まあ行きたくないみたいな感じで、まあ今はまあタイミングじゃないかなみたいで、僕はもともとあのデュアルライフをやる前っていうのは、まあ家族ともうみんなでこう旅行行ったり、あと海外も 何カ国か、あの連れて行ってるんで、まあもともとそういうことはこうしてたんですね。やっぱりたくさんいろんな世界を見せたいなっていうことはもともとやってたんで、まあそれがまあこうデュアルライフになってまた違った形で実践できるようになったかなと思ってます。はい。というわけで、まあこれも長所になったということでですね、また7つの中に加えて8つになるかなっていう感じなんですけれども、はい、今日のところはまあこういう感じで終わりたいと思います。これからもまあデュアルライフ実践動画アップしていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ではデュアルライフ実践者、企業、副業、副業コンサルタント関達也でした。最後までご視聴ありがとうございました。